大阪府東成郡の一東成郡は、摂津国大阪府にあった郡。1897年に行政区画として発足した当時の郡域は、大胸かきの区域にあたる。上町大地の上の東半分、上町大地より東側の内陸湿地帯にあたり、1896年に住吉郡を編入して、以降は、 大和川に沿った境市との市境一帯も含まれる。日本初期に大阪湾の中央に南北に突き出した上町大地の東部を南波大群、西部を南波小堀と称したことが記載されている。大群、小堀とは、大下の改新の制度で、五十校、里都市三里で、小堀四里から三十里で、中群四十里以上で大群となる。 つまり東側の方が住居が多くはるかに巨大だった。和道6年に軍、里の名称が公式に定められ、東部の南馬大軍を、登る軍、西部の南馬をこを、日清軍と称するようになった。登るの、姓は、なるに由来し、上町大地の東に新たに生まれた集落という意味であった。古代のくだらの言葉との関係を指摘する説もある。 なりは古代くだら語で私場を意味すると見られ、例えば一時くだらの首都だった有心を、日本書紀の有略記21年で、急間なりと呼んでいるので、つを当時、なりと呼んでいたことが推定される。つまり、上町大地の東側のつ、西側のつである。ただし、上町大地東側の水運に関して、日本書紀の任徳記14年には、以下筆に走なす。 すなわちそのところを泣けて、小橋と岩区府。とあり、おそらく古墳時代頃には、現在の鶴橋駅近くの東小橋周辺に、後に平野川となった川が注ぐイカ室という入り江の港があり、その川に、物資運搬や通行用の橋が架けられたと思われる。こういった港が、上る軍と命名された奈良時代まで土砂に埋まらず、残っていたかは不明である。式内車、 演起式神明帳に記される軍内の式内社室町時代、摂津の内神崎側以南の西西軍、登る軍、住吉軍の三軍は、決軍と総称され、文軍守護が置かれた。中世以降、登ると東成の表記が混在するようになり、江戸時代中期以降はほとんど東成と表記されている。 1、野田村2、宮古島村3、玉造町4、東平野町5、西高津村6、清志堀村7、天王寺村8、幾野村9、鶴橋村10、中本村11、南新海藻村12、小路村13、北新海藻村14、江本村15、生津江村16、江波村17、城北村18、 古市村19、清水村21、平野豪町22、切れ村23、北下だ良村24、南下だ良村25、田辺村26、小佐見村、長江村27、墨野江村28、墨吉村29、安立町30、敷津村。ありがとうございます。